はい、皆さんこんにちは、むいけんです。今日はね、金策についてね、動画作ってくださいっていうことが、あったんで、今回ね、福の神コインとレアドローコインをね、午前中ちょっと回ったんで、今ね、45枚と27枚使ってるんですけどね、使っても使ってもカジノ行くとね、増えるっていうか、僕キンスラハウスとか買ってないんで、100万枚ぐらいね、コインが持ち寄りのポーカーとか行ったりした時にね、増えたんで、それの処分がね、結構コインの処分がね、結構大変っていうかね、これ結構すごいでしょ、数割とね、僕持ってる方じゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあ、福の神コインね、スパで装備はカスカスなんですけど、まあゴルシャがあるんでね、でゴルシャでね、サバ1の募集でね、野良募集で行きました。でこんな感じでゴルシャして、一応ね、募集見たら魔法じゃなかったんですよ。ほとんど最近は魔法募集とかスパで行ってくださいっていう人多いんですけど、たまたま物理でね、まあ行けるかなと思ったんですけど、これでちょっと2ターンもかかっちゃったんで、ゴルシャもったいないなと思ってね、一発で倒すように、突っ込み対策しましょうかっていうことをね、提案して、で私がね、突っ込みして、でこの後ね、知らない人が2人ほどいたんでね、これで突っ込みして、でその間にね、捨て身をするか、バトマスさんは捨て身をして、でなんだっけ、魔法使いの方は覚醒、これでね、大概1ターンで倒せるんですよね。たまにね、抜け出すこともあるんですけど、大丈夫かなと、なんとかいけるかなと思って、このまま行きましょうかってことでね、いいねしたんですけど、この突っ込みと組み合わせれば多分いけるだろうと。たまにね、ミスすることもあるっちゃあるんですけどね、覚醒で。できれば魔法3でスパ1ぐらいがちょうどいいんですけど、ちょっとみんな魔法持ってないってことだったんでね。これでなんとかね、5枚の持ち寄りかな。で、合計20回行ってきました。こんな感じでね、1回目以外は全部この、私が突っ込んでやってっていうのをやりましたね。ゴールドシャワーはね、必要経費なんで、そんな感じです。じゃあ、トルネコにね、4回か5回会いましたね。この20周でね。で、それで最近はね、エルフの飲み薬の方が、金策としては美味しいんでね、売った時に。それを、買ってますね。はい、じゃあ、これで、福引きがだいたい100枚ぐらい。そうですよね、100枚ぐらいですよね。だいたいね、あとでスペシャル福引きか、をゲットしたような形になります。じゃあ次は盗賊ですね。で今度はね、レアボスの方に行きました。最近ね、レアボスコインは、旅芸人の150スキルがあればね、超早く倒せるんですけど、今回はね、そんなにいいかなと。平日の日中だったんでね、とりあえず募集で集めてから考えようかなと思ったんですけど、今回旅芸はね、いなくて、盗賊さんと、僧侶1かな。それで行きました。で、この金策っていうに関してはもうこれ終わった後なんですけど、20周ぐらいで終わったかな。ちょっともう午前中終わったんで、でこれでね、全部で100個ぐらいかな、オーブをゲットして、福引きをね、皆さんにはもらうと。で僕はオーブを回収するような気になる。はい、じゃあ、こんな感じでね、募集を見てもね、こうなんていうんですよ、こう最近ね、福の神の処分がね、50枚ぐらいあるとね、処分できないんですよね。持ち寄り、行ったりはするんですけど、それプラス、1枚あたり、福の神1枚あたり、1万ゴールド以上、スパで使うんで、1.5 もないかな。1枚あたり、1万2000ゴールドぐらいの価格でね、1人当たり販売するような、感じにしてますね。それで、昔はね、2万ぐらい。の価値あったんですけどね、福の神っていうのは。最近は割とポピュラーっていうかね、普通に募集してる人も増えたんで、でそれで金策っていうかね、回収したりしてますね。カジノありきの金策にはなるんですけど、そんな感じでやったりしてますね。あとは転売、ちょっとね、転売教えてくださいっていう人もいればね、あんまり、転売は最近はあんま言わなくなったかな。やっても気づいてすぐ自分でね、やって検証してみるって感じで、あんまり発言しなくなったかな。それでもさっきみたいな福の神の金策とかあるんで、その辺を最近やってる感じですね。
まあ、それでもね結構バカにならないですよね。オーブ安いっちゃ安いですけど、売るタイミング考えてね、今日の朝とかめちゃくちゃ高かったみたいなこと言ってたんで、普段、3500から4000ゴールドぐらいのね青オーブが5000以上で売れたとか、そういうタイミングとかもあるんで、あのそのタイミングを良くして売れば割とあのオーブもねバカになんないんで、売るタイミングをね、見ながらやってる感じですね。はい、ではね最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ最近のね、お話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。はい、動画ね最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。あと、続きの、まあ、関連動画ね、載せておきますんで、よかったらねそちらの方もご覧ください。はい、ではご視聴ありがとうございました。またお越しください。失礼します。